本当に今日は暑い中ありがとうございました。あどなたもお怪我もなく熱中症にも影響されないで熱中症を受けることができそうであります。心からご協力に感謝。麻生さんお久しぶりです。水道橋博士です。令和から受賞になりました。まだ生きてる60歳ですけど頑張ります。